感じでした。コーヒーこぼしました、ソファーに。うん、マミーに綺麗にしてもらう今日は。はよ、みんな朝早くからごめんね、起こしちゃう人もいるよね、ごめん。そう、私が今日5時に起きて、もうお風呂入ってたんですよ。だからちょっと髪の毛も濡れてるんですけど、はい、まあのんびりメイクしながらね。あ、これシャツ逆やん逆やん、忘れてた。そう、思い出した思い出した、失礼しますショールーム内ですることじゃない。そう、いや別になかったわけじゃないんですよ。ただ昨日お酒飲んでたので、はい、まあ顔むくみそうだなと思って5時に起きてお風呂入ってたんです。そうで、お風呂入ったので、お風呂上がりの、はい、感じです。そうで、弁当もね、ご飯炊けるの7時、あ、違う、6時半なので、まだ作れないんで、そう、もうほとんどあと、今、鶏ハム作ってて、そう、あとはもうほとんど詰める状態、まあ、鶏ハムがね、7時にできるので、それからしかちょっと、まあ、できないので、はい、今のうちにメイクしちゃって、そうって思ったら、ちゃんとあのコーヒーこぼすっていうね、さっきコーヒーこぼしたんですマミーに今日掃除してもらいます、ソファーを。ごめんねマミー、もうダメだ、白いソファーだからさ、汚れが目立つんだよっていう感じでね、まあ、顔暗いんですけど、はい、お腹すいた後、うん、めっちゃお腹すいた、5時から起きてるから。そんな感じで、まあ、いつもの朝メイクじゃなかった、朝配信と変わんないです。イベント中とかに配信してるから、なんかお話っていうより私のメイクをします。はい、お話もするけど基本的にメイクをしながらねになります。何か乾かさなきゃ、ドライヤーはしない、そう、まだしない、うん、後でねするんだけど、まだしないので、はいよ。鼻がねちょっと乾燥してんだよね、やだわ。そう、でもお酒飲んだってさ水分不足になるよね。うん、広くしまして、濡れてるわまだ、本当にやだ、なんでこぼすかなコーヒーなんか。今日は何着ようかな、そして何色メイクにしようかな、
あ、鼻の乾燥が気になる。うん、ここら辺がめっちゃ乾燥してる。そう、鼻のね、この真ん中のあたりがね乾燥するの。コンシーラー、コンシーラー、コンシーラー。昨日はね、結構早い時間に、いや結構って今11時か、まあそんなもんか。はい、11時に寝ました。珍しくマミーがもうねスイッチオフでさ、そう、私が配信終わって下行ったらもう寝てたよ。珍しいと思って、まあ多分その後一回起きてんだろうけど、いろいろしちゃったから。うん、あまりマミーがそんな時間に寝ることってないんで。今日はね朝別にマミーすることないので、起きるまで寝かしときますはい、私のね、あの送ってもらう時間まではとりあえず寝といてもらいます。はよ、眼科にね行きたいんだよね今。そう、ちょっと視力検査と、あと私ここ腫れてね唇、視力検査と、あとなんだっけ、あ、そう、私さこの目の縁にねいっぱいねプツプツができるんですよ。そう、まあ結構昔からなんで、そう、もうなんか慣れたもんというか、もうどうしようもできんので、もう一回ね、なんかもうそれが腫れてきちゃって、なんかメモライトは違うんですよ。そう、メモライトは違うんですけど、これそう腫れてきちゃって、一回なんかあのなんか病院行ったら、よくできますかみたいな話をして、あーまあみたいな、とりあえず治せるっぽかったんで、話聞いてたら、そう、病院でね、病院行ったらなんか治せるっぽかったので治してもらいたいんですよね。そう、わかるかな、ここのさちょっと膨らんでる白っぽいところあるじゃん、これとか、これがね結構なんか見えてきた状態なんですよ。そう、他にもねよーく見たらねいっぱいあるんですよ、私この辺りとか、そう、上とかも、ね、結構あって、そう、なんかそういうのがちょっとできやすい体質っぽくって、そう、直せるっぽかったので直したいんですよね。できやすい人いない？家ではね基本的に私と、まあ、お父さんもそうの、パピーね、私のパピーがそうで、パピーはなんか別そんなあの気にしてないので別直すとかないんですけど、そう、できやすいらしくて、で私もできやすくて、他 の, あのお兄ちゃんとか姉ちゃんとかマミーはそんな聞いたことないんですけど、遺伝なのかね、できやすいんです私は。直したい。
変わらず眉毛が薄くて短い、特に左。よし、眉毛描きます。私さ、眉毛がさ、まあ、短いからさ、そう、最近すごいすっぴんを出すのにちょっと抵抗が出てきちゃった、前髪上げてる時とかに。そう、今ね、ちゃんと完成するから。眉毛ってほんと難しいんですよね。うん、マジすっごい頑張ってんのにさ、左右対称になったことがない。うん、まあどうせなんか、まあ前髪で隠れるんで私あれなんですけど、やっぱりなんかこっちが上がってるよね、ちょっとだけ。まあいいけど、はいよー、下にシャドウを入れます。あ、濃すぎた。シャドウ入れましたので、次ハイライト入れます。私はね、鼻が高くないので、ないと。あとでね、キラキラも入れるんですけど、はい、一旦ね、こういう白いハイライト入れます。今ね、ジュディドールが気になってるんですけど、そう、ジュディドールっていうやつの、ハイライトがいいって聞いてプラザに行ってたんだよね。そう、これもね、このハイライトさ、もう本当はもう多分あんまり使う方がいいんよね。使用期限過ぎてそうダメだよ、ダメなんだよ。そう、もうずっとある、ずっと使ってなかったの、最近使い出したからちゃんと。ダメなんだよ、新しいの買わなきゃなんだよ私だから、ね、買おうね、さすがに。
使用期限っていうか、なんか本当食べ物みたいに、そう食べ物みたいに消費期限とかあるんですよ、消費期限みたいな。うん、それ以上を使うのはやっぱりお肌によろしくないよみたいな。そう、やっぱり成分としてあんまりよくなくなっちゃうからみたいな。そう、化粧品にもあります。そう、私は意外と過ぎたもの結構使ってるんですけどね、あんまり気にしたことない。だからそう、気にしない派だって。気にしてたらさ、そんなしょっちゅう買い替えなきゃいけないんだもん。結構短いんですよ確か。そう、だから私は気にしない。本当はね、なんかやっぱり気にした方がいいみたいな。いや少ないと思うよ、使用期限気にしてる人なんて絶対少ない。そんないないで。だってしょっちゅう買い替えるのはね、さすがにできないからさ。そう、なんか多分ほとんどいないと思うな。まあ、なんかお肌のね、なんか状態を、なんかやっぱりいい状態、なんていうの、お肌のためにっていう人もいるだろうけど。そう、うん、私は気にしない。何色にしよっかな、オレンジにしよっかな。何しようかな。キツネ、かわいい。初見さんありがとうございます。やっぱり朝配信すると新しい方もちらほらっと来られるね。嬉しいね。ごめんなさいね、こんなあのドライヤーもしてない感じの。はい、まあ普段ね夜の方が配信してるんで、お時間ある方ぜひぜひ。基本的に朝はね、やっぱり私メイク配信が多いんで、うん、お仕事行くんでね。間違えた。シムちょっと毛がね不揃いになってきて。朝からかわいい、ありがとう。風呂上がりの女です。ちょっと力こっちにしよう。オレンジ、わかんないよね、ごめんね、なんか光の当たり方が今日いまいちなんだ。
ごめん。目の下に締め色入れてあげて OK。 ラメ取れすぎた。なんかさ、こういうのってさ残しとくもんなのかな、こういうさカバーみたいな、どうなんだろう。私さのあの気になるし汚したくないから残しとく派なんだけど、他の人ってどうなんだろう。例えばほら中とかにもさ紙入ってたりするじゃん、1枚紙入ってたりするの。紙っていうかなんか薄いプラなんかプラスチックなんていうのあれば入ってたりするんだけど、ああいうのは、捨てるもんなんだろうか、残しとくもんなんだろうか。なんかまあぶっちゃけなんか戻したりするのめんどくさいっちゃめんどくさいんだよね。そう、でも汚したくもないから、それせっかく可愛いパッケージだから、あった方がいい。よし、そうしよう。残しといて。几帳面、あ、ごめん、私几帳面じゃないんだよ、それが。結構ね、しっかり大型やってるんで、はい、もう21年ちゃんと大型やらせてもらってるんで、全然几帳面じゃないですよ。まあ、物によるっちゃ物によるんですけど、あれか、だから仕事に関することは特には几帳面というかなんかちゃんとするけど、そう家ではもう全然。そうしっかり大雑把。そうなんか仕事場でね、なんか私大型ですって言うと、うっそーって言われるから、マジ、お、本当におーって言われる。そうでしばらく仕事すると、ああ確かにそういうところはちょっと大型だねっていう、大型が垣間見えるっていう、そんな感じらしい。平野ひかりはうん、そういうとこ大型だわって言われる。なんか今さ飲食店1年続けてるところあるじゃん、まあ、1年もう辞めて2ヶ月後くらいに入ったところなんだけど、そうだからもう1年続いてんの。そう1年以上いるんだけど、そこでは、あ、うん、そういうとこ大型だねって言われるはい大型です、しっかり。だから何かをあのこれをなんかここに入れといてほしいみたいなことすると、私はだからあのそういうとこ大雑把だから、とりあえずこぼれんときゃあのねえいいでしょスタンスの、とりあえず入りゃいいっしょみたいな。
だからさ、普通そういうスプーン使うところをあんまり使わなかったり、ガーって入れちゃったり、そうそういうとこもさ。そういうとこ大雑把だね、大型だね。言われる。もうニッコニコの笑顔ではいって言いますから、私大型だねって言って、はいすごい大型です。意外と大雑把でしたから、よくよく見ていくと。はよ、今日早い？そう、お風呂入ってて結構時間があったから、メイク配信もね。そう、せっかく時間あるしと思ってつけちゃおっかなと思った。マミー起きてるっぽいな今も。買い物は一応してきたよ。うん、用事も済ませて。買ってないものもあるけど。うん、いやちょっとバタバタしてたんですよ。そう、私の松葉とかでオクトーバーフェストも行きたいしみたいな。で、そう急ぎだったので買えなかったものもあるんで、まあそれは今日マミーにちょっとお願いしようかな。うん、カラコンはちょっとまた今度次回です。すぐにマミーにお願いするわけにもいかないので、こればっかりはそう、わかんないっていうから絶対。シャンプー？あ、買ってない。そう、シャンプーも買ってないの。そう、だからいいやと思って行った。いや、ないわけじゃないんですよ。まあ、ないんだけど、私、あの、家族と別のを使ってるので、そう、もう亡くなったら、最悪か、マミーとか、あの、家族用の方を使うので、そう、まあ、なぜ別かというと、おはよう、まあ私髪の毛がね、あのものすっごいね痛みまくってるので、そう、別でね、なんかちょっとそういう成分が入ってる少し高いやつを使っておるんです。やっぱりまつげ上がると楽だね。まつげ上がるとものすごく楽ですね、メイクが。42分。
そうだ、昨日ちょっと LINE 来たって、あの返さなきゃ、ごめんね。蓋取れた。これなんでそんな蓋取れるん？私の扱いの雑さ？そんなことないと思う。オッケー、メイク終わった。カラコン今日どうしようかな、ちょっとワンデイのを使おうかなと思って、そう目の色を変えたい、しっかり。今日はこれさ、ブラウンさ一つなくしちゃってさ、あともこれ一つしかないんだよね。一つっていうかな、具奇数なの今持ってるのが。最悪じゃない、やだ。そうこれあのまあでもあれなんですよ、ワンアンドオンリーのハパの、あのワンアンドオンリーのブラウンなんですけど、そうどうしようかな。もうね1個のやつが多くて、そうラス1が多い。あこれ2だ、ラス2だ。んこれ2やね。これか、これはこれもこれはラス1だな、これラス1だな、1でしょ。ドンキのねこれもねいいんですよ、結構そうかわいい。これで前見に行ったら1ヶ月あるかなと思って見に行ったらワンデーしかなかったんですよ。これも1だな。ありぎゃ1、これあこれいいじゃん、これ1じゃないもん、この後3つ入ってるから、今日はこれにします。見え分かんないよね。そうラス1なんかね、ラス1だとね使えないのなくなっちゃうと思って。そうだからラス1でね残しちゃうの、ついなくなっちゃう。これどれだ、これなんだ、これなんだ、ブラウンだから、これベージュか、違うの。そうだからラス1ばっかりです。
そばにいるだけで、だから君がくじけそうな時は、僕がそばにいたいんだ。お、いや、ぜひおいでよ金沢ね。まあなんかいろいろあのお時間とかに余裕があるならぜひぜひいらっしゃってください。せっかくの機会なんで。かわいい、片目しか入れてないから。さ、こうやってやってるとなんかあんまりなんか見えないね。光当たんないと。顔が今暗いんで。ギフトありがとうございます。おはよう。あ、やべ、涙が、涙じゃないよ、カラコンの液が。まあカラコンの液垂れたからって言ってミクが落ちるわけではないんですけど。オッケー、こんな感じ。で、あとですけど、昨日も薄い色だったね。雨の色？あれね、ブルーでした昨日は。そう、ブルー。昨日はね、モラクのバブルブルーでしたね。そう、カメラだとちょっとあの薄く見えたかもだけど、意外とねしっかりあのなんていうの、あのカメラ越しとかじゃなかったらね結構ねちゃんとブルーで。今日はブラウン。前髪とかは後で直します。よし、そしたらね、とりあえずこれで一旦配信を終わりたいと思います。すいませんね、急に始めて。お付き合いいただきありがとうございます。私のメイク配信に、そう、急遽ね時間ができたので、空いたので全然時間余裕だったんで始めたんですけど、朝早くから見に来てくださってありがとうございます。はい、それではねランキングいきたいと思います。13位キクさん、12ボヨヨン星人さん、11 MM ルールさん、10位トシボスさん、9位グロシバノリコテンさん、8位ニシさん、7位ユウコさん、6位ランタンさん、5位カボちゃん、4位アイスカフェさん、3位大丈夫博士さん、2位ケンイチさん、1位ユウタさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。アイスカフェさん、大丈夫博士さん、ゆうこさん、ケンイチさん、ゆうたさん、エンジョーさん、かぼちゃんです。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、もうちょっとで鶏ハムができるのでお弁当を作りたいと思います。それでは今日も一日ね、まあ、体調気をつけて、まあ、無理せずほどほどにいきましょうはい、それではね、また次回お会いしましょう。皆様、学校、お出かけ、お仕事などなど行ってらっしゃい。気をつけてね。私も行ってきます。まったねん。ファイティーン。ありがとう。みんな行ってらっしゃい。